それではですね、私の方から23年3月期決算の概要とですね、24年3月期の決算のポイントについて簡単にご説明をさせていただきます。まず23年3月期のポイントでございますけども、コア事業でございます建設用の足場、これの販売とレンタル、これはですね、当社の主力製品でございますアルバトロスの販売が過去最高の水準で順調に推移をしてございますので、引き続き2024年3月期におきましても、この事業が業績の牽引するような形で下支えとなるというふうに考えてございます。それから住宅機器セグメントにつきましてましては為替であったり、いろんな形でですね、開発遅れ等々もございまして、厳しい環境ではございましたけども、2024年3月期についてはですね、これを補うだけの体制が整いましたので、従来から展開してます4つの事業セグメント、それぞれがですね、揃って、利益を積み上げていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをします。